捜査南条荘は、平安時代末期に成立した荘園。下宇佐国捜査群、現在の千葉県捜査市と三部郡横芝光町付近に相当する地域にあたる。平安時代末期、和名類受賞に記載される。捜査群が分割、再編され中性的所領として、捜査南条、捜査北条が成立するが、捜査南条は、紀伊熊の山領として荘園化した。 本来当初は、上ズサ系の捜査士の所領であり熊野山領の月食も掌握していたが、上ズサ広常が中殺されると当初の支配権は、千葉市へと移り、その一門である椎名氏が、省内一円を所領としている。神代本千葉系図は千葉介常種の弟に、椎名五郎種光を乗せ、その支流は、省内各地に分布している。 椎名氏の一族はそれぞれ村里を単位とする自投職を得て積極的に神殿開発を進めた。あずま文治2年3月12日以上の関東ごち業国々内の組最小注文には捜査南省熊野寮と見える。この捜査南省は捜査南上省、南上省とも呼ばれ、単に捜査省と称される場合もあった。 金沢文庫所像の盛況中に見られる、捜査省は、当省の意象と理解されている。なお当省は少なくとも13世紀前半には、東方、西方に分かれており、熊野山領の東方に対し西方の領家は、金沢照明寺であったと推定される。研究年間の香取神宮式年遷宮の際、戦時によってその作領館前百国を負担した。 以降、仙宮の不駅を務めた形跡はない。県庁年間には吉忠が当初で民衆教家に勤め、椎名八郎入道種光が講演している。しかし、文王元年種光と争い吉忠は当初を離れた。捜査南条は、東方、西方に分割されていたばかりではなく、佐藤単位として複数の児頭が部任されていた。 捜査市の熊野神社が所蔵する文が2年の盆昇名に、捜査南上省熊野山、和会長子お宝前突省とあり、当地の在地武士と見られる、マルコタネノリを大旦那として、両家、地頭、庄ら、内所旦那が合力し、熊野神社の別当寺である、光明院に盆昇を奉納している。ありがとうございます。